1934年証券取引処方。1934年証券取引処方。1934年証券取引情報。a サキュラティスエクスチェンジ n g e Act of 1934は、アメリカ合衆国における証券、株式、公社債等の流通市場、二次市場を規制す連邦制定法である。1934年6月6日に制定され、 以下に法典化された包括的な法律である。本法及び関連する各証券規制法によってアメリカ合衆国における金融市場とその参加者に対する規制基礎が形成されている。アメリカでは企業は証券の発行市場、一時市場において何十億ドルもの資金調達を行っている。こうした 発行市場を規制する1933年証券法とは異なり、1934年証券取引処方は、発行者とは通常関係ない者同士の証券の流通を規制している。流通市場における取引によって1年間に生じる利益または損失は何兆ドルにも上る規模である。証券取引法と訳される例もあるが、ここで言うエクスチェンジとは、 取引書を意味し、また、そもそもエクスチェンジには、取引書や交換という意味はあっても、取引という意味はない目、語訳である。本法の規制に服する分野の一つが、現実の証券取引書、すなわち、人々が、証券、株式、担保府または、無担保の再建など、を売買する、物理的な場所である。有名な証券取引所には、ニューヨーク証券取引所。 アメリカン証券取引所があり、さらに、シンシナティ証券取引所、シカゴ、フィラデルフィア証券取引所、パシフィック証券取引所などの地域的な証券取引所もある。これらの証券取引所では、スペシャリストと呼ばれる取引所のエージェントが、証券の売買を仲介している。スペシャリストの重要な役割は、市場に流動性と価格の連続性をもたらすことで、ある。 人々が簡単に証券を取得し、あるいは簡単に証券のポートフォリオを処分できるように、証券取引所に来る子を考えれば、このスペシャリストの役割は取引所にとって重要なものと言える。本法は、自らは取引所での店頭取引を行わない証券の株式中外人、ブローカー、ディーラーに対しても規制を行っている。電気通信技術の発展により、 取引所という物理的な場所を必要としない取引が可能となった。こうしたブローカーは以前は印刷された新聞で店頭取引の株価情報を収集し電話での口頭のやり取りで取引を行っていた。今日ではデジタル化された情報ネットワークがブローカー同士をつないでいる。このシステムはナスダックナショナルアソシエーションオブサキュラティスディーラース オータマテッドキテーションシステムと呼ばれている。1938年、1934年証券取引処方は、マロニーポーによって改正され、全国的な証券業協会の設立及び登録が認められ、証券取引委員会の監視下にある構成員の行為を監督することされた。この改正によって、自己規制組織である全米証券業者協会が設立された。 ナスドは、ブローカーや、業者の監督について第一次的責任を負うこととなり、その後は、ナスダック株式市場の規制に当たることとなった。1996年、SEC は、ナスドが、規制当局としての責任よりもナスダックの、運営者としての利益を優先していると批判した。そのため、ナスドは、ブローカー、業者の規制に当たる団体と、 ナスダック市場の規制にあたる団体の二つに分かれた。2007年、ナスドはすでにアメックスを買収済みであったニューヨーク証券取引所と合併し、フィンラが設立された。現在、フィンラが唯一の自己規制組織となっている。この30年間に、ブローカーらは証券取引に新しく二つのシステムを作り出した。ATS ナスドにブローカーとして登録するか、 証券取引所として登録するか、低い取引量の上限のもとに規制外の ATS として営業するかのいずれかを求めている。ATS の特殊な形態である電子、証券取引ネットワークは、証券取引のブラックボックスと呼ばれてきた。イクンは完全に自動化されたネットワークであり、売り注文と買い注文を匿名のままマッチングさせる。 大量の売買注文を実行しようとするものは、一つまたは、複数の取引システム、証券取引所、ナスダック、イクン、ATS を利用することが多い。これは、一つの市場に過度に依存して、取引を行うと、対象となる証券の取引価格を不利な方向に変えてしまう可能性があることを考慮したものである。1933年証券法においても、 発行者に関する適時の情報提供が証券価格の効果的な形成にとって重要であることは認識されているものの同法で求められている情報開示、登録届出書及び目論見書は一回限りのもの発行開示である。1934年証券取引処方はこの情報開示の要求を流通市場における証券取引にも拡充した継続開示。 当該会社が一定数以上の株主及び一定額以上の資産を有する場合、本法12条、13条、15条によれば株主数が500以上、資産額が1000万ドル超、証券取引処方は発行者が定期的に SEC に対し会社情報を一定の、書式、年次報告書である 10K、市販期報告書である19で提出することを求めている。 提出された報告書はウェブサイトを通じて一般に閲覧することができる。また、会社について重要な事項が発生した場合、CEO の交代、監査会社の交代、会社資産の大幅な減少など、SEC は当該会社がこれらの変更を反映した書式 8K を速やかに提出することを求めている。これらの継続開示が求められることで、証券の買い手は 会社の価値をよりよく評価することができ、そうした情報に基づいて、株式の売買を行うことができる。1933年証券法にも、不公正な取引に対する規制、反詐欺条項が含まれるが、1934年証券取引処方の制定時には、反詐欺条項の射程と、買い手が思想権、政府による訴訟ではなく、個々の詩人が、 株式発行者または関係者を相手に民事訴訟を提起することができる権利を有するか否かについて未解決の問題が残っていた。1934年証券取引処方の10条及びそれに対応する SEC 規則10ビットから5は不公正な取引に対する包括的な規制を設けている。証券取引法10改正後の条文は次のように規定している。小6 いかなるものも、直接または間接に、何らかの週刊通商の手段もしくは方法、または何らかの全国的証券取引所の設備を用いて、次の行為をすることは違法とする。全国的証券取引所に登録された、いかなる証券、もしくはその登録がされていない、いかなる証券の売買に関しても、または証券に基づくスワップ取引の合意グラムイコールリーチイコールブライリーポー 206倍途上に規定に関しても、証券取引委員会が、公益のためまたは投資家の保護のために必要または適切なものとして定めることができる法令及び規則に反するような、何らかの操縦的または、差外的な計画または仕組みを使用し、または採用すること。この1934年証券取引処方10条はに、法典化されている。 証券関係訴訟における本法を10条及び、規則1 0ビットから5の適用範囲は広く、実用性は大きい。規則1 0ビットから5は、インサイダー取引のケースについて、だけではなく、価格操作、株式の操作によって意図的に株価を上昇させ、または下落させること、株価を上昇させるための偽の会社売却情報、さらには、関連情報を投資家に提供しなかったケースにまで、 適用されてた。証券関係訴訟の分野における原告は、個別的な証券取引処方の反詐欺場法違反のほかに、本法10条及び規則10ビットから5違反をキャッチオールの包括的な主張として陳述する場合が多い。1934年証券取引処方の13条は、アメリカ合衆国の国家安全保障に関する問題に関し、大統領または、 行政委員会の長は会社に対し一定の重要な法的義務を免除することができると定めする。その義務の中には正確な帳簿、記録、会計を保持すること、並びに金融取引の適正及び一般に公正妥当と認められた会計原則に適合した財務報告書の準備を確保する十分な内部的な会計上の統制システムを 管理することが含まれる。2006年5月5日、ブッシュ大統領は、官報、フェデラルレジスターの告知において、同条項に基づく権限を国家情報長官である、ジョン・ネグロ・ポンテに委任した。当局がビジネスウィーク氏に語ったところによれば、これは、大統領が、ホワイトハウスの外部の者に権限を委任した、最初の例だという。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。